お堂はたまったもんじゃないよ。どうもアウトロインハイです。本日もよろしくお願いしますということで、アウトロインハイね、今日1本目、セリーグ順位予想動画、一生懸命ね、頑張って考えて、投稿して編集して終わって、やっと終わった。夜ご飯食べようと思ってね、海鮮丼いつものよりいいとしてたらね、ピロン、お堂は対談。ん？ん？あれ？たまったもんじゃないよと思って、さすがにね、動画撮らないわけにはいかないと思って、ちょっと話さずにはいられない皆さんに共有したいと思っても、巨人ファンの方はもう分かってるかもしれないんですけど、まあ僕ね、ご存知の通り中日勝ちでアウトロイン、はい、ドラゴンズファンなんですけど、まあ、やっぱ対談といえばね、去年、ね、ちょっと今日、お堂は対談見て、ざわわ、ざわわ、ざわわ、つって、去年のトラウマがフラッシュバックしましたけども、ジャリエル亡命ね。ジャリエル亡命？ジャリエル亡命？ジャリエル亡命？もう早く言ってよ。そんなんさ、開幕3日前にさ、言われてさ、こっちとは困るじゃん。そんなの。聞いてないって、そんなの。もうさ、これからドラゴンズ開幕前、さ、東京ドーム行くぞって言う時に何してくれてんの？もう亡命するんだったらもう、契約さ、もう秋の時に言ってよ。なんで開幕3日前になって言うの？本当に。ドラゴンズのことなんだと思ってんの？もう、良くも悪くもさ、ジャリエル8回の男なんだからさ、セットアッパー。買い聞かないって、今さ、言われたってさ。ずるいじゃん。ずっこいって、そんなの。もう、はぁ、なんか噂によると5年65億 ?1 年10億まあそれ金額から言ったらさ、中日の2年4億とはるかに桁違いだけど、まあ先発やりたいって言ってたから、ドラゴンだと中継ぎだから先発やれるオファーが来たメジャーに行きたいのかなっていうのは、もう人間不信だわ。もうこんなの。どうやって開幕戦東京ドーム行けばいい？はぁ、何してくれてんの？ほんとに。ねえ。ねえ、ドアラ。ねえ。何これ、人生初めてだ、こんなに。こんなに大切な人に裏切られたの。まあ別に友達とかに予定すっぽかされたりとか、まあ別に生まれてきてからこの方あったけどさ、こんなに人に裏切られて、まあ正直腹立つし、悲しいし、ショックだし。これが自分のドラゴンズの選手だと思うと、信じたくないけど。もう夜中の12時に何を自分を見てるんだろうって。もうドラゴンズの青い血なんか嘘だよ。もう、いや別に契約満了してから出てくるのは全然いいけどさ、ちゃんと やるって言ったから2年4億で契約してるんですさ、嘘はなしだろ。あ、ドラゴンズ3予想したけど、もう今更順位変えられないよ。本当に通してくれんね。もう最初対談で見た瞬間、お堂は亡命したかなと思ったけど、ん？亡命じゃないよなと思って、よくよく見たらね、自主対談ということで、爆速自主対談みたいな、感じですけどね。今、アウトロインハイもコンタクト取ってるんでね、目が非常に悪いんで、ノートクソ近く見させてもらいますけれどもね、ミセリっていう選手が過去に2ヶ月で巨人のね、対談したみたいなんですけど、初めてミセリっていう名前聞いたんで、ミセリわかる方はぜひコメント欄でね、詳しい方は書いてほしいんですけども、そのミセリの2ヶ月を超えて、1ヶ月でわずかお堂は対談ということで、まあ、亡命じゃないんだったら何のね、理由なのかなと思ったら、開幕2軍って言われて、じゃあ帰りますみたいなね、まあ、めちゃくちゃ詳しい詳細はまだ書かれてないんですけど、まあ、本人もね、メジャーで8年連続2桁ホームラン打ったりとか、バリバリのメジャーリーガーだったみたいで、もうオープン戦の打率がね、1割7分6厘、34打席経って6安打みたいで、まあホームラン0本、打点0、結果残せなくても2軍スタートっていうところでね、まあただラミレスさんのチャンネルとかでもホームラン30本期待できるみたいな言われてましたから、前評判高くてね、お堂は選手。まあ体こそそんな大きくはなかったんですけど、なんかね、ブリンソン選手を思い出す感じで、2塁で牽制されてアウトになってましたけど、まあね、ブリンソンも、ねえ、もう、今いませんから、ブリンソン聞くと今マッシュのね、ブリンバンバン、ブリンバンバン、ブリンバンバンがなんか思い出されるけどさ、ねえ、ブリンソン選手ちょっとたまにとんでもない走塁してたけど、これならブリンソン残しといた方が良かったやないかっていうね、まあ結果論にって言われちゃいますけどね。っていうとこで、ねえ、まだこれ、だって、オープン戦でね、オープン戦から公式戦入ったらバケルスケットもいますから、ゼロじゃないですから、2軍からまた1軍上がってきてね、お堂選手ワンチャンわからんっていうとこで、なんかもったいないようなね、まあアウトロイン編からするともったいないような、まあドラゴンズファンからするとね、脅威が一人減るっていうのは、まあ、数年前ね、2年前かな、今ロッテのね、ホームラン王去年のポランコか、ポランコね、大野キラーでボコンボコン開幕戦から打ちまくってね、もうヒーヒーキャーキャーしたね、思い出ありますけど、まあ、あとね、骨折っちゃったテームズ選手が、まあ、あれはね、骨折ってしまったっていう仕方のない帰国だったんで、テームズ選手とか、あとスモーク選手とか、なんかちょっとね、お堂は経由で思い出させてもらいましたけど、まあ、ドラゴンズファンといえば、ジャリール・ドロゲスですよ。去年ね、アウトロインハイ、ジャリール・ドロゲスで、もう悲鳴あげましたけど、ね、もうジャリール・ドロゲスの場合はもう、
8パターンセットアッパーになってる男が開幕前ドタキャンですから、まあ幸いにも小野選手はね、まあ外野、浅野選手も一軍で行くみたいですし、萩尾選手とかね、まああとアウトレイハイの個人的にちょっと推してるね、松原選手とかもいますから、あとね、ルーキーの佐々木選手も楽しみですし、まあ他のチェンスに、選手にチャンスが来たと思えばね、まあもちろん巨人ファンからしたら笑えないと思うんで、ね、笑ってる場合じゃない、まあジャリエの気持ちも、食らってるんで、わかる、笑ってる場合じゃないのわかるんですけど、まあ若い選手も使えるっていうポジティブにね、変換する方が、まあアウトレイハイが巨人ファン励ましてどうするって言われたらそこまでなんですけど、まあ、ちょっと去年のこともあって親近感が上がったので、まあ、巨人ファンの方頑張ってくださいね。まあ、今年は開幕戦巨人戦じゃないですけどもね、名古屋ドームバンテリン開幕巨人3連戦ですから、まあ、お互いね、いい試合したいというところで、まあ、ちょっと小野選手の見てね、話さずにはいられませんでしたということで、そして最後にね、言わなきゃいけないのがね、うん、僕ももうタオル持ってるんですけども、アキーノ選手ね、まあ、去年ね、アキーノ選手獲得した時は目輝かせてね、アウトレイハイも目から鱗が出そうでしたけども、ね、まあ、蓋開けてみれば、ね、オープン戦と侍ジャパンの代表試合でホームラン1本打ってね、黒ひげだったっけ、1体ゲットして、もうそのまま帰国しちゃいましたけど、ワンピース好きだったみたいなね、ホームラン打つごとにフィギュアあげますって言ってね、黒ひげ1体で終わっちゃったよっていう、せめてね、白ひげももらってほしかったよっていうところだったんですけど、まあでも、アキーノ選手ね、こう、腐らずにね、2軍でも一生懸命試合出続けてね、まあ最後まで全うしたと、ね、まあレビーラ選手とかもね、ドラゴンズ亡命しちゃった選手もいましたけど、アキーノ選手ね、結果は出なかったですけど、まあ、アウトレイハイの記憶には永遠に残るっていうか、このアキーノのタオルはね、一生残したいと思います。ライブ配信とかでアキーノのタオルね、手拭きにしないのかとか、雑巾にしないのかとか言われますけど、まあやっぱオドワの件見るとね、ジャリエルの件見ると、アキーノのね、真面目さ、今ね、安楽選手と、元、誰かの選手とね、メキシカンリーグのデビットなんちゃらみたいなチームでね、プレイされてるみたいなんで、まあ、アキーノ選手本当に頑張ってほしいですし、まあ、一生このタオルは永遠に残してね、僕の記憶の中に、アキーノ選手はね、留めておきたいと思います。ここにね、宣言させていただきます。まあ、結論、アキーノは、偉い！はい、どうもね、最後まで、緊急の動画ですんですけども、まだね、今日セリーグの順位予想動画、こっちがメインなんで、まだ見てない方はね、そちら、ぜひね、見てください。ジャリエル亡命の時のリアクションの動画とか見返せなくていいんで、今日の順位予想の動画ね、しっかり見てください。本日も緊急ですけども、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。高評価、チャンネル登録、コメント、メンバーシップ加入、お待ちしております。それではまた、今度こそ開幕戦、熱き開幕戦のライブ配信でお会いしましょう。またね、いやー、おどうはこれでね、アメリカ帰ってなんかどっかのマイナーかわからんけど、リーグでホームラン打ち始めたら、どないこっちゃ？